カメラそしてムービービの中間にで,しょうか、はい、ではお手元、まずはセンターのオフィシャルカメラから撮影を行いますすう皆皆様笑顔ででお願いいたしまさんこんこにちはです。 あのサマンサさ様とは、まあ、今回あの、ビューティーの方でこちらのリアデイという商品のです、ね、プロデュースにあの似合わせていただいたんですけれども本当に素敵な商品が仕上がってその発表会ということで今日はすごい楽しみにしてまいりました短い時間ではございますがどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。 こんにちはセイラです本日はよろしくお願いいたします、えー、サマーサさんとはそうですね。たくさんの海外セレブの方とコラボレーションさ,されていて、えー、私自身雑誌やテレビで拝見させていただいてたので今回新しいプロジェクトに参加させていただくことを大変嬉しく思います本日はどうぞよろしくお願いいたしますこんにちは東亜です サマースさんとは、えー、今回が初めてご一緒させていただくんですけど本当に学生時代から20代の私たちにとってはすごく憧れのブランドでこうしてご一緒させていただくことができてすごく嬉しいです本日はよろしくお願いしますとっても丸くてコロっとしてて可愛らしいフォルムですねはい。本当なんかちょっとね可愛い小動物のようなね<ー>本当に、うんはい、可愛さがありますよね、うん、さあ東亜さんはいかがでしょうはいもう本当に <laughs> 可愛い,いし、本あの SNS 映えとか写真映えがすごくするようなデザインで、すごくあの嬉しいですね。なるほど、やはり Z 世代のお二人には特に刺さりますか。そうですね。写真いっぱい撮りたいです。<laughs> <laughs> まあそんな可愛らしいフォルムも特徴の一つのリアデイなんですが、こちら実はすごい性能も持ってるんですね。毎分およそ6000回の音波振動と。 静電気を抑制する機能がついてまして髪の毛のキューティクルを閉じ込めてくれるらしいんですが、まあ、実は井手上さんもですねサンプル進行段階からプロジェクトのミーティングにご参加されていたということで、はい、まあ今回も製品開発今後も、ね、あの入られるということなんですが、はい、今回のカラー ミントカラーがありますが、こちらね、ご提案されたということなんですが、はい、そのあたりも含めて完成した商品をご覧になっていかがですか？はい、あのミントカラーなんですけど、みんまあ、グリーンの中でもピスタチオよりのカラーがすごく私は好きで、うん、で、まだグリーンって、なんかこの怒りを軽減させるとか、すごい癒し効果があるらしくて、あの、私もまあ、普段髪も長いですから、使うものはやっぱり。 目から見たものでやっぱストレスフリーなものがいいなと思ってもちろんこの形状だったり使用感というのはストレスフリーなんですけどもカラーにもそれを加えたいなと思ってでまあグリーンといってもいいっぱいありますよねグリーンもいっぱいあるんですよ <laughs> このミックスする色の可能性は非常に無限なので何色とは言い切れないんですが <laughs> <laughs> そうだからそのグリーンの中でも何百色と皆さんで出し合ったりとかして今回決めさせていただいたこの1色になります。 バッグの中にこう入れて持ち歩くのにも、ね、すごくいいサイズですよね、セーラーさん、うん、いかがででしょうそうそすね私、バッグいつも持ち歩いてるの小さいんですけど、はい、それもすっぽり入りそうなサイズ感で,で軽いので、あの本当に持ち日々持ち歩けるアイテムだなと思いますそして今回のサマーサービューティープロジェクトから生まれたツインマイナスイオンデトックスリセットブラシリアデイのコンセプトは。 出会いの3分前を魔法の時間へという素敵なな、ね、コンセプトなんですが、うん、皆さんはこう大事なお仕事前の魔法のお時間でしたりまたルーティーンなどあるかというところも聞きたいんですけどはい、えー、お風呂に入りますお風呂に入る、うん、まあ習慣の、ね、一つではあるかと思いますがお風呂1時間半から2時間ぐらい毎日入って。えーすごい 大事な時間ですね。じゃ、そういう時はやはり髪のケアもされるんですか？そうですね。メインは湯船に入ってあのデトックスをするためなんですけど、頭皮とかもあの？ マッサージしたりキャンドル焚いて本当にリラックスの時間ですねなるほどありがとうございますでは当朝もちょっと気になるんですが当朝、はい、の魔法のお時間そしてルーティーンなどあったら教えてくださいそうですねルーティーンで言うとあの朝必ずパックするようにしていてでスキンケアとかも大事な撮影の日はいつもより、うん、30分ぐらい多く あの時間を費やしてあと必ずやるのがあの最近始めたんですけどあの絶対に最高な一日にするって口で言うようにしてまして言霊大事でこれ本当に最高な一日になっちゃうんですよびっくりすることに。なんでそれは必ず最近やるようにしてます。 えっと私はすごくあの小さい小,小学3年生の頃からあの美しいものが大好きで,で美しいとは何かビューティーとは何かとかを、まあ、よく考えるんですけれどもよく聞くのは美しさは内側からと言いますけど私は会見からら叶えられるる美しささもたくさんあると思いますでその美しさの中にやっぱり清潔感っていうのは欠かせなくてそれは髪の艶に一番出てくるのかなと思っております。 なのでこのリアデイという商品が私も使ってから感動が忘れられないのでやっぱりこう皆さんのもとに届いたときにきっと手放せなくなる商品になるのかなと思います今日はまは発表会なんですけどもこれが実際世に出て皆さんに使っていただく日を私は楽しみにしています今日はありがとうございましたでは続いてセイラさんお願いします。はい えー、私自身もすごい美容が大好きで日頃からいろいろな研究をしているんですけど今日発表されたこの新,新商品、えー、とてもそうですねフォルムだったり色だったり可愛さだったり機能含めてすごくワクワクする商品で、えー、実際に私もこれから使って多分虜になるんじゃないかなと思いました。あのアンミカさんの 素晴らしい説明で、あのもう本当に使うのが楽しみです。<laughs> はい、えー、そうですね、今日発表ということだったんですけど、いろんな方に手に取っていただいて、えー、世界中でシェアされたら嬉しいなと思います。本日はありがとうございました。続いて、東亜さんお願いします。はい。 あの本当に私たちの世代は紙とか頭皮に気を使いたくてもなかなかやり方が分からなかったり高額で手が出せなかったりするんですけど私たちの本当願いがすべて叶った詰まったような商品があのできて本当に嬉しく思います。あの男女関係ななく誰でもきれいになれるこの商品をぜひ 皆さん手に取っていただきたいなと思うし、SNS とか、あのー、そういうインターネットでもバズること間違いなしだと私はすごく思うので、ぜひ皆さん手に取っていただけたらなと思います。本日はありがとうございました。